ナミタロウが生息していると言われる、高波の池ナミタロウは、新潟県に問い市の高波の池に生息していると言われる伝説の巨大魚である。ナミタロウは、体長が2メートルから3.6メートルあると言われている。生息地とされる、高波の池は、カルデラ地形の東端にある標高540メートルに位置している池で、外周1キロ、最大水深13メートルほどしかない。 しかし、そこには、複数の巨大魚が存在する、可能性もあるという。なお、地元において波太郎は、緑の愛称でも親しまれており、地盤には巨大魚をかたどったモニュメントが喫立している。1960年代から、高波の池の管理人が巨大魚を目撃していた。1983年に水面を涙立たせながら、泳ぐ姿を目撃した際には、 巨大化した鯉であるとの証言を行った。1987年には釣りをしていた観光客らによって体長2から3メートルほどの巨大魚が相次いで目撃されて話題になった。この時池の管理人はこの夏は池の水位が下がったので目撃者が増えたのでしょう。これまではほとんど信じてもらえなかったけれど今度こそ本当と分かったはずと語っている。また、 かつて村おこしの一環として開催された巨大魚フェスティバルでは、波太郎の写真に30万円の懸賞金がかけられて巨大な背びれが水面から出てきたところを撮影された。さらには巨大魚のものと思われる直径15センチメートルほどの鱗が地販に展示されていたこともあった。150年ほど前に地元の若い種が高波の池に鯉を放流したという。 地元では体長3メートルほどある鯉こそが池の主だとの言い伝えが残っている。また、巨大魚をたびたび目撃している高波の池の管理人の話からその正体は巨大化した鯉ではないかとも見られている。一方で戦時中に食料として配分された創魚もしくはそれに混入した白蓮、国蓮、青魚の中国四大管魚のいずれかが 巨大化したものはないかとの推察もなされている。ただし、実際にその正体が何であるかは未だ定かではない。高波の池の底には水草が生い茂っていることから本格的に調査するのは難しく、糸井川市側も調査には消極的だという。ありがとうございます。